文字を入力する方法についてご説明します。テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボードが使用できます。文字の入力方法は、キーボード入力と電気入力から選択することができます。1キーをロングタッチし、入力方法を選択します。クリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。説明は以上です。